はい、今日は6月の1日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各種に矯正を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、リアル版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、1日、2日、この、ね、皆様の報告、ちょっと行っておりませんでしたが、その間にも、ね、私が2日前から皆さんにお伝えしておりますように、東大阪のあの、公園の砂場に突然サッカー禁止の看板8枚が立てられた、この現地、ね、現場の写真やそして役所の後援課とのやり取りの調査を行っていたわけなんですね。そしてこの1週間の間に新聞報道、テレビニュースなどを見ると、本当にこれで私たちの国の現在の実態ですね。コロナ対策がどのようにして政治家が行ったらいいのかさえも右往左往している、ちぐはぐな行政が行われている、これが現在の私たちの国の実態であることを、今度こそ全国民が政治行政に注目したんではないでしょうかね。ましてや資本主義社会といわれる企業発展のために、皆そして国繁栄のために一生懸命仕事をしていた商店や、ね、企業が次から次へと倒産や閉鎖に追い込まれている、その実態、ね、大型店舗ができるたびに町の商店街のシャッター通りになっていく、これこのようなことが危惧されて約25年から30年になりますね。各市町村においては大型店舗ができるためにそれを称賛している議員と危惧する地元民ですね、商売されていた人たち、大型店舗ができれば必ずね、小さな今まで長年ね、自分たちが苦労してそしてお得意先を作り上げていったその商売全てが大型店舗に取られて倒産を余儀なくされたり店を辞めたりする、ね、そして商店街は多くの商店街とほとんどの商店街と言っていいほどシャッター通りになってしまった。しかしこの大手の企業というのは実力三再生ですから、赤字のところは15年20年経ったら平気でその店を閉店してしまうわけですね。地元の長年細々と商売をされていたところを完全にね、閉鎖させておきながら、自分の企業の利益にならないからといってその店大型店舗を閉店してしまう、そうした場合に地元の人たちはね、どうすることもできないような
市の行政や町の村の行政になってしまいますね。要するに金権主義、弱肉強食の社会ではありますが、しかし経済というものはね、バブルのようなこの世の中の仕組みが繰り返して波のように押し寄せるっていうのは、これは長い歴史の中において資本主義社会では当然なことかもしれませんが、このように突然のエイリアン的ものがね、蔓延してきた時の対処策、ね、毎日毎日新聞やテレビで言われるのは、先進国と言われてワクチンの接種量や製造のないのはね、この日本国であるね、これが最低のね、国であることが全世界に加伝されている。そんなところでね、オリンピックを行うことだけが優先されている。皆さん、テレビのコメンターは当たらず触るのことを言っていますね。まず私が望むのは、政治家がいつも唱えている、選挙の時に唱える、国民の命と財産を守り、安全で安心できる町づくりに邁進してまいります、この公約がどのようなところに私たち国民市民に見えてくるのか、ね、一切見えてまいりませんね。それが現在の私たち日本国の時代である。そのような時にこの新聞報道を見るとね、この1週間の間にコロナで学校がね、閉鎖になったり休んでいるところに何が起こっていたかね、つまり大きく報道されているのが、許すなわいせつ教員ということが連載して新聞報道されてありますね。昨年1年間でわいせつ教員に処分されたのがなんと186名。これは氷山の一角ではないかなと思うんですね。これに企業や犯罪をプラスしたら、このようなね、あってはならないようなことが学校でね、行われている。そして学校の教師として教え子や、ね、女性にこのようなことを行う。なんと一番驚いたのは、現在の LINE という、ね、このスマホのやり取りにおいて300キロ通って女児に、ね、わいせつ行為を行っていた教師がおる、ね、このようなことが報道されましたね。昔はね、あの聖夜マリアのね、聖職と言われましたね。学校の教師の仕事は聖職ね。ところが今の学校の教師、この連中らは、多くの学校の教師が全日本教職組合や日本教職組合に
加入して、自分たちがいかに楽して、ね、サラリーマン的な、ね、そして学習塾のような教育ができるか、こればかりを唱えて、集会を行う学習集会ですね。このような時によく言われるのが、議論されるのが、この連中らが議論するの、ね、議論するのが、報告として議論するのが、学級崩壊。ね、この学級崩壊がなぜ起こるか。ね、それは、自分たちの学校での指導能力が欠落しているために、サラリーマン的な考えを持っているために、そのような学級崩壊が起こっている。ね、そして、私たちの戦後学校教育において、何度も私がね、教育の場で、このようなライブの時に、皆さんに訴えているのが、自由人権平等平和、この4つの教育において真の教育が行われない。それは現在の教育基本法、これを完全に変えなければ、ね、現在の私たち、ね、子どもたちの孫たちの教育、これ自体思想を変えていかなければ、今の国のようなあり方、戦後75年にして、アメリカの思うツボ、このような国にしようと思って作られたのが、現在の日本国憲法なんですね。それを声を大にして唱えれば、あいつは右翼だ。ね。昔の大日本帝国憲法、ね。戦争へと導く、そのような悪法を大義としている連中だ。というような、このような声が社会に蔓延してきた。そのために、私たち日本人が一番誇りにしている国旗、国家、これさえも、ね、指定する学校の教師ですよ。ね、このような組合に加入しているこのような学校の教師を危惧する教師がたくさん今出てきておりますね。そのためにこのような不届き者の学校の教師、免許の取り消し、そしてこのような事件を起こした連中の教師の免許剥奪、そして二度とこのようなものを教育現場にね、復帰させてはならないという声が大きく、ね、戦後75年にしてようやく自分たちの国の教育にね、不備があることに気づいてきたのが現在の政治家、そして私たち国民市民の声が届いてきて、教育教師の方がこの度の国会でようやく議論されて、教育基本法と学校教師の免許のね、あり方、これが見直されるね、条例が制定されるね。しかし遅きにね、行われた。このようなことにおいて、我々が長年ね、このようなことを放置している国家国体の崩壊につながる。だから今の憲法をね、
自主憲法制定、ね、資料しようというね、活動を長年行ってきたわけなんですね。そのような中において、この一つとってもそうですが、ね、私たちの活動の大事として、よく先祖先輩に教えていただいたのが、ね、長年引き継いで皆さんが活動されているのは、ね、この日本国は外国に潰されるのではなく、自国の戦後学校教育の変更教育によって国民の心思想から潰されていく、潰れていくということを長年唱えて、国民市民に訴えてきたことが、ようやく国民も耳を傾けるようになったのではないかな、ね、私は連日ね、活動しながら、ね、少しずつ少しずつ強制されていってきたんじゃないかなと思っているこの頃ですが、ね、この東大阪市においてね、先日大阪府議会でこのようなね、質問が、ね、東大阪市の、私がいつも言ってますね、野田市長と38名の議員の実態、悪政不正にまみれた、金権主義に守れた、ね、まみれた箱物建設、利権にたかっている38名の議員として皆さんにこうしておりますね。さあ、どのようなことが大阪府議会で、ね、吉村市長に自民党議員が質疑したかと言いますと、200回以上東大阪市の保健所に電話したがつながらなかったという質問が大阪府議会で質問されたわけなんですね。この質問は、確から選出された自由民主党議員、ね、自分の親が東大阪に住んでいるために、ね、ネットやそのようなことを使えないために、自分が代わって東大阪市にコロナワクチンの予約をしてあげようと思って、何回電話しても、200回以上電話しても、一度もつながらなかったということを、吉村知事に、ね、この不備を各市町村に、このようなことになっているが、府としてどのように思うのかということが質問されたらしいんですね。さあ、このために私がこの前ね、皆さんに言いましたね。東大阪の野田市長の秘書課において、国民市民を守る以前に、役所に訪れる市民と職員のコロナ対策はどのようになっているか、それを守ることさえできていないではないか。せめて入り口に市民が訪れた時に、ね、あの体温計モニターですね、これを設置して、そしてね、あ、毎日健康であれば体温など測る、ね、市民はおりませんから、ならば市民が、ね、住民票や印鑑証明をもらいに来た時に、まず入り口で体温計、モニターの体温計を設備していたら、ね、あ、35.8度だ、36度だ、36.5度だというね、自分の体重を分かる、そして安心して2階や3階役所の窓口に行くことができる。また、そして市民が窓口に来ても、職員はね、それをもとに、あ、この人はね、入り口で体温計測定してきているので安心だというね、その職員の
安全もコロナ感染を守るためにもそのような設備をしなければいけない。それを私が3月から、ね、秘書課や議員に要望しても未だにそのような設備が取られていない。そのような中で先ほど言いました大阪府議会において、ね、東大阪の保健所に200回以上電話をしてもつながらなかった。このような東大阪市長としては38名の議員としては本当に恥ずかしい限りの質問が大阪府議会で質疑されたね。これは私たち市民が放ってはおけないよう、それ以上に私たち市民の間ではね、またね、おかしな事実が私の耳に届いてきたんですね。皆さん、このワクチンの予約打ってもらうのは、まず病院、大きな病院に行くときね、必ず言われるのが、主治医、町の主治医から紹介状を持ってきてください。このようによく言われませんか？大きな病院はね、飛び込みで診察を受けようとしても、地元のかかりつけのお医者さんの紹介状を持ってきてください。このようにして追い返されることがあるでしょう。ね、これをそのように変えたのは、あの誰であろう、小泉純一郎なんですね。まあ、以前の10年ほど前の総理大臣。ね、病院改革といって、そして医療改革といって、3ヶ月以上は同じ病院に、同じ施設に入院することを否定する。3ヶ月経ったら、たらい回しにされる。ね、そしてまた3ヶ月経ったら元の病院にね連れ戻す。このようなことがね行われる。ね、その一つはね、病院の要するに道徳心ですね。金権主義、金儲けのために病院が行われている。医療料の健康保険や、ね、例えばどのようなことが起こっていたかというと、現在でもそうですね。あの皆さん、医者と言われるものには多くの在日の連中らが医者になっていることを気づかれたことがあるでしょう。韓国人や中国人、ね、昔からよく言われますね。在日の連中ら、弁護士になるか医者になるか、ね、それともヤクザになるか、それでないと在日の連中らはこの日本国では生きていけない。このような悪しき、ね、このような言われて企業が発達してきたのも、一流会社となったのも事実のことなんですね。例えば大きな会社などは、ね、在日の連中らが、ね、いくら頭が良くても一流企業というところには就職は無理だった、ね、ここから言われる、ね、目には見えない差別ですね。ですからね、30年40年前は、ね、いくら在日の連中らが頭が良くても弁護士になるか教授になるかね、教師になるかね、あ、学校のね、大学の中学高校は無理ですね。小学校なんも無理ですけどもね、ヤクザになるか弁護士になるかね、医者になるか、その3つの道しかない。そのようなことが言われて久しいですね。そして病院で中国人、現在どうですか、
私たちの在日の中においてね、負のね、マンション、府営住宅、県営住宅、市営住宅、ここに現在ね、中国人や朝鮮人や韓国人が蔓延していると思われませんか？今ではフィリピンやベトナム人が多く住んでいる。ね、これはね、日本の企業はたくさんあるが、働くも手が少ない。ね、また汚れる、ね、日本人は贅沢をするようになってから、産気、ね、汚い、きつい、ね、このような汚れるような仕事を、きつい仕事はつかない。椅子に座ってパソコンいじるような仕事、そして楽な仕事しかやらない。そのために、ね、どのようなことが起こるか言ったら、電話の線、さらには電気工事ですね。このような時にね、私は何であんまやをしていますから、通行止めなんかして、ね、工事を行っている。そういう時に、ね、10時になったら3時になったら休憩しているところに行ってね、たまに雑談する時があるんですね。その工事現場の人たちと。そうした時に言われるのが、ね、配線、今ね、地中に、ね、電柱を立てずに、ね、土管に入って、その地中に埋めて、その配線を行うような工事、マンホールから下に入っていきますね。そうした場合に汚れる、ね、そういう仕事、ね、ところが田舎からね、そのような会社、例えば関西電力ならば近畿電気ですね、こういうところに田舎から就職してきた、ね、そうしたところ都会の子、特にそうらしいですね。都会の子が近畿電気にね、関西電力直轄の近畿電気に就職した。さあ現場工事に連れて出る。そうした場合に配線するときにマンホールから地下に降りて、それをずっと次の50メートル先のところまで引っ張っていく。そのような仕事を3日やったら、なんと3日目に会社を辞めると言い出すらしいんですね。要するに汚れる、汚いね、そういうしんどい仕事はね、私はこのような会社にね、就職したんではないと言ってね、もう3日4日目から会社に出てこない。ね、そういうことが全国でそのようなことが行われるため、起こっているために、外国から雇用として外国人を多数入れて、そしてそのような工事、そして下請け、ね、が流行っていく。そして労働者としてね、使っていく。そのようなことがだん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 外国人を呼んで、ね、そのような仕事をね、外国にしたら、外国人にしたら、大変そのようなね、仕事をきついとも何とも思わない。汚れることを言ってはない。そのようなね、ことで、喜んで、そのような仕事をする。そして、だん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 、外国人に対する雇用が増えていく。ね、このような実態が、ね、ちょっとした取り締まりになったら、ね、それがきついと、楽をすることを思い出していったら、ね、その会社から突然いなくなった連中らが、犯罪に手を染めていく。ね、そして、あれほど世界に誇った日本国の治安さえもね、崩壊していった。現在そうですね。さあ、
このようなことにおいてに、私が、ね、現在2年がかりで、もうまるまる本当にね、1年半以上になりましたね。この9月が来たら、まるまる2年になるんですね。河川の調査、そして今日ね、また最近ね、よくこの梅雨時の時期になったらね、洪水、ね、思い出したように特番が組まれて報道されますね。今までの川の氾濫、ダムの決壊、ね、そしてね、今審議された京都のね、ところに宇治川の上流にね、天笠ダムというのがあるんですね。この上にね、もう一つのね、木津川から河川のね、流れている青山の方から流れてくる川にね、琵琶湖へ行くその水源に中においてね、大東川ダム建設一度中止になったそのダムのね、許認可が下ろされたね、そのようなことになって今日ね、ニュースでもその氾濫するね、まさか宇治川や淀川が氾濫することがないと考えていた。しかし今の突然のね、この川の氾濫というのはね、恐ろしくね、決壊することが多いね。ですからね、この天ヶ崎川ダムとかそういうところのね、こういうダムがどのようにして決壊していくかというのをね、危惧されてね、こうですね、テレビからね、私が画面から撮った、ね、洪水の実態なんですがね、そして私がいつもね、このね、避難するときね、安全、全員避難、無事だというときにはね、黄色い旗、そして危ないときには赤い旗を立ててね、このようなところを取り決めているね、町があるということが報道されていましたね。そして今私が調査している淀川、木津川、宇治川、桂川、鴨川、この前などはね、私の隣のね、町流れていますが、寝屋川というところがね、氾濫する危険水域を超えたというようなことが、この前のね、1週間ほど前の雨でさえもそのようなことが報道されるね。ですから河川敷のね、現在の65年間なぜ放置されてきて、河川敷のあの森となった川の中に森ができている、そして2メートル3メートルのね、土砂がね、堤防の方へ寄せられてね、そして上流へ調査していったところが三重県に行き着いたら、予算として河川のね、さまざまな水路の工事が行われる、ね、開拓工事が行われる中において、その残土処分が異常な方法で行われている。ね、自分たちの町でそのようなことが行われているのであれば、ね、ちゃんとした管理もできますが、しかし、現在はこの近畿地方整備局、ね、この整備局っていうのはね、日本全国にあるんですね。東北、ね、地方整備局、関東地方整備局、近畿地方整備局、中部地方整備局、さらには九州地方整備局としてあるんですね。この私たちの国の河川の整備がいかに65年間放置されてきたか、その現況を私が今調査して、ありの一決として国土交通省近畿地方整備局の河川部に抗議要望しているわけなんですね。
その中で次から次へとね、見えてくるのが、この利権にたかっている、ね、不正を行っているやから、その正体なんですね。今、役所の職員といえば、ね、国会はじめ、公文書、改ざんすることが国で行われていたことがすべてね、今全国の役所で公文書の開示について、あの森友事件の時に国が出してきた公文書をね、経済産業省のあの財務局、近畿財務局っていうのがこの中央通り大手前にあるんですね。この9階にあるのが近畿財務局。ここはどのようなことを担っているかというと、国有地ありますね。ここの国有地の払い下げなどは、この近畿財務局というところが主導して受け持っているわけなんですね。このために私たち国民の知らないところで、この土地、国の国民の土地をね、食い物にしている議員、連中がいるわけなんですね。どのようにしているかというと、これはね、入札で落札されるのではないんですね。ほとんどの国民の国有地が払い下げっていうのは、入札というのは名ばかりの審査方式になっているわけなんですね。要するに入札ではなく、ね、要望があれば、その欲しがっている企業を2、3社集めて、会社概要やその内容を審査する者が10人ほどいるわけなんですね。この土地をこの会社に売却していいかどうかというのを審査する、その裏連中ら10名ほどが、そうそうたるメンバーが名前を連ねているんですね。森友あの問題の時にその土地を審査した連中、皆さん一切報道関係に名前が出てまいりませんに、私はその当時ね、3年ほど前ですね、同じような件なんで、この近畿地方財務局がね、売買したね、土地、これはね、農林水産省、つまり農林課ですね。この農林課というのは、近畿地方財務局の窓口っていうのは、京都にあるわけなんですね。そしてまた環境部っていうのはまた違うんですね。この大阪市内のちょっと旭区にあるんですね。このようにしてね、部署部署でその担当窓口、この環境部のことについてね、例えばゴミ問題とか森林問題ですね、山とかね、そして田畑の農地ね、そしてこの土地の場合はね、森林部、京都にあるね、森林局っていうのがあってね、そこが土地の農地、転売の時の土地を持っている農林水産省というのがでしょう、というところが土地を管理している。そしてそれを売買する時に、すべて経済産業省の実施機関である財務局、ここが受け持つね、ここで窓口として受け持って、それを売買していくわけなんですね。しかし森友問題の土地、この審査したという10名の名前が一切我々国民には出て発表されておりませんね。そして私が調査したのがね、大阪府の茨城市にあるね、もともとここにはね、中央市場、
というのが今でもあるんですね。大阪の中央市場。ね、この摂津市と茨城市に渡る大きなね、大きな淀川沿いの河川の外にあるね、川の北側にある大きな、要するに市場、大阪の市場流通するね、大きなね、市場なんですね。ここで全国からそこに新鮮な魚やね、農作物が集まってきて、そこで多くのね、商売人がそこに買いに行く。ね、大阪にはね、大きなそのようなね、市場が3つほど、現在でもね、大阪の福島の方に1つ、もともとあったところですね。そしてもう1つは、東部市場というのが、住吉区に、東住吉区にあるんですね。生野と東住吉区、ね、生野区ですかね。そこにあって、そして、先ほどの言いました、茨城市にね、中央卸売市場が引っ越ししてね、早30年ぐらいになるんですかね。そこにね、農林省が持っていた第一食糧といってね、米蔵があったわけなんですね。7000坪の。しかし、その米蔵が閉鎖になって、長年ね、ここを使っていなかった。それをね、おかしな方法で民間に払い下げしたんですね。そのことを調査していた時に、ちょうど3年前に同じように森友事件が勃発して大きなニュースになった。ね。そして赤木さんが自殺されたことが発表された時に、そのね、財務局の中央通りの横の玄関口にはね、関西、ね、近畿のマスコミのテレビ局、ね、カメラ数十、ね、数台、ね、確か10台ぐらい来ていたんではないかな。そのようなところに、私が朝、ね、9時ぐらいに、その茨城市の調査のことで出向いたときに、知っているテレビ局のね、カメラマンたちが、ね、記者たちが、私の姿を見て、ね、この森友問題で来られたんですかと言って、カメラが走ってきたんですね。5、6台。しかし私は、いや、違う違う。ね、わしがここへ来たのは違う懸案で来たんだ。ということでね、入り口入っていったんですがね、私が行ったのはその茨城市で行われたおかしな払い下げなんですね。そして去年、おととしですかね、早いもんですね。去年1月かな、おととしですね。もう森友問題出てから3年経ちますからね。この時の1月にね、元自由民主党の幹事長であった野中広文っていう幹事長いましたね。京都の綾部出身のね、野中広文。この人物が国会議員を辞めて、ね、小泉純一郎との半目の自民党の長老と言われた野中広文が国会議員を辞めて、どのような職務を行っていたかといったら、土地開発協同事業組合の会長に座っていたわけなんですね。このような人物が全国のそのような国有地を自分の息のかかったところに、ね、販売していって、国民の知らないところで次から次へと売買していった。このようなことを行っている国会議員ですからね、この国会議員のね、長老と言われる連中らがね、もう金権主義にまみれてね、そのような利権にたかっている。そしてその生き方をね、一生やっていっている。ね、私たち市民の、国民の知らないところで、そのようなことをして国有地が次から次へと金権まみれの連中らが食い潰していっている。ね、全てのところに利権絡み、
ね、国民はそれを知っていながら、ね、自分たちの、ね、生活のために仕事をしているが、一流ゼネコン企業というところはそのような政治家と一緒になって、ね、あのまた政権復帰している甘利という、ね、議員がいますね。あれはなんで失職したかというと、ね、あの UR、ね、口利きで確か2億円かそこらの、ね、献金や云々で、ね、あの大臣であったものを、ね、重責にいたものをちょっとね影を隠していた。しかしまた復帰してきた、ね、この UR っていうのは再生、ね、土地再生機構というたくさんの全国に国直轄のあの第三セクターが行っているマンションですね。自分たちの町にたくさんあると思いませんか、ね、UR の、ね、全国、ね、土地開発機構が運営しているあのマンションですね。こういうところの利権を、ね、食い物している議員、ね、そういうものがたくさんいる、ね、しかし今このコロナの問題で、ね、国民が政治っていうことにね、多くの国民、ほとんどの国民が、ね、政治家の言っている公約は嘘だということに今まではね、少しずつ関心もなかった人たちが今度こそね、本当にそうだ、ね、今本当の改革をしてくれるような議員がいないと嘆いているのがほとんどの国民の人たち、有権者がそうではないでしょうかね。政治っていうものはね、注目するべはするほどね、そのような暗い部分、影の部分がね、表と裏がある。国民自体が表の予算はね、100兆円と出されたら、裏の予算が同じように100兆円あることさえもほとんどの国民が知らないのではないでしょうかね。外務大臣や大蔵大臣になり、なぜなりたがるか、そのようなポストに国土交通大臣になぜなりたがるのか、ね、この国土交通大臣、ね、この何十年すべて公明党議員がなっていますね。なぜそこで公明党議員が座っているのか、ね、その裏があるんですね。その裏はね、言わずと知れたゼネコンとのつながりですね。政治家とのね、大型工事、例えば高速道路、ね、県の道路、国の道路、国道を整備する、どこにね、拡張工事を行う、新しく高速道路を作る、そういうところにほとんどがゼネコンがその工事を行う、ね、その裏にね、お金、国民の知らないところで大量の億というね、金が動いている。これが現在のね、姿であるということを知っていても、国民はそのようなことにね、口を出している暇がない、ね、だからこれを良いことに今政治家が私利私欲にまみれていっている、ね、これも全て、ね、これはね、現代に限ったことではないんですね。これは太古の昔から、武士の時代からね、そして幕府の時代以前からね、人がね、空気と水とこのね、私たちの光、太陽の光と水と空気ね、これを金に変えるところからね、人権主義へ走っていく、
これはもうね、現代なら特にそうなんですね。そしてようやく自分たちの愚かさに気づいたのかどうか知りませんが、唱えるだけでも環境問題、そして最近テレビでよくね、先ほど言いましたように大気汚染、さらにはね、突然の地球温暖化による大洪水、ね、突然の雨、全国、ね、全世界において突然の竜巻が起こったり、雷が発生して、その後に大洪水や氷が降ったり、ね、ましてや、あの、ね、シベリアの氷まで溶け出している。これが溶けたら、ね、この地球上にあってはならないようなものが、ガスが噴き出して、ね、大気汚染が一段と進んでいく。ね、それが南極や北極の氷が溶けたら、すべての地球のほとんどが、ね、町が沈んで、海の底へ沈んでしまう。ね、これを危惧して、毎年一度か二度ずつ温度が上がっていく。地球の温度が上がっていく。そんな時にね、思い出すのが、あの悪友という作詞家がおった一言ですね。日本を憂いて、あの作詞家、確かに5000曲以上のね、良い歌、日本人の心を歌ったね、歌、その歌詞に、ね、出てこない、隠れた、走り書き、メモ用がね、ノートに、そのようなことが書いてあった。死後ね、それをね、何かの本で読んだことがありますね。親が子、子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く。ね、今どうですか？あのシナ中教と、ね、アメリカと、ね、ロシアと、ね、月や宇宙にロケットを飛ばして、ね、そしてそこを軍事、ね、基地にしようとしているような、そのようなことが新聞を報道される。ね、私たち、私がね、皆さんに訴えている、何回か言いましたね、1年の間に、ね、4、5回言いましたかね。ね、時間のある時にね、あのレンタル屋に行って、猿の惑星の最初の映画をね、あの猿の惑星というね、チャールトン・ヘストンですかね、あの映画をもう一度ね、おそらく見てね、ある程度覚えておられると思いますが、あの理由、何を私たち今ね、40年経った、あの映画が放映されてから40年経った今に、何を訴えようとしていたのか。ね、あの映画こそが、ね、現代の地球崩壊、これを唱えていって、核戦争が起こって、ね、そして地球が一度破滅した。そして生き残ったのが、あの男女二人と、ね、猿の惑星のような、ね、あの人物ですね。そしてそのような人間の心を持った猿のような顔をした人間、ね、連中らが地球上に生き残って、私たち人間はたった二人の、ね、男と女が生き残って、ね、最後あの砂浜にアメリカの自由の女神、ね、あの上体半身だけが砂浜に立っている、ね、その猿の軍団と戦って、ね、行って、ここは地球ではない、ね、猿の惑星だ、ね、といったところが、気づくのが砂浜に出てきたところが、地球の女神の上半身が砂にうずるまれて、あの自由の女神だけの安心だけが立っていた。なんだ、ここは地球であったかという最後のシーンですね。あれを
40年後、私たちが今現在住んでいる40年後、50年後に訴えた映画だったんですね。私も見たのはその頃ね、そんなことがというね、何も深く考えてね、いなかった、そのように見たような覚えがあって、何回か見直したんですね。そのために環境問題にね、まあ人よりもちょっとはね、私は敏感になっているんじゃないかな。だからね、70を過ぎてから本当にこの環境問題や政治の在り方、そしてね、一番危惧して皆さんにね、注目してほしいのが河川の氾濫池の決壊、ね、堤防の決壊がなぜ起こるのか、ね、特に今各地方自治都道府県でね、このことが議論されていて、テレビでもね、時たまね、よく報道されることを目にしますね。そして毎年この日本国においてもね、台風よりも何よりも台風っていうのはもうね、日本は台風の国っていうのは地震と台風はね、もう晩から起こっている、毎年起こっていると言われるので、ね、狼少年と一緒なんですね。地震大国、地震大国と言われるが、少々震度3とか震度5では、あまり国民が危惧しないようになっている。しかし、天災地災は忘れた頃にやってくると言って、大きな地震が来て、ね、大量のね、被害が出る、ね、尊き命、国民の命が失われていく、そして慌てて作ったのが試練に逆らうような対策、ね、あの宮城県や福島県のあの地震によって何が行われました、ね、高い堤防を作って津波を避けるような、ね、そういうことが行われた。ね、そして現在そのようなことをやっている、ね、何兆円という金を使って自然に逆らうようなそのような、ね、津波よけの堤防を作っている。国民がそのようなことには忘れている。その裏であの原発の、ね、放射能が汚染された土などは、ね、置くところがないほどね、今山積みになっている。それを現在のマスコミはオリンピックだなんだと言って、そのようなことは一切報道してまいりませんね。ここにね、本当にね、私たちの国の在り方、ね、愚か者のね、そしたらね、よく言われますね、賢者は歴史に学び、愚者、愚か者は経験に学ぶ。え、ならば、あの東北の町、そして大阪でもそうですね、大阪にもね、津波が来たというね、日がね、一箇所立ってあるとこがあるんですね。あの千日前をずっとね、西へ走っていったら、右側にね、大阪ドームが、今は京セラドームとね、言いますが、大阪ドームが見える前に大正橋っていうのがあるんですね。その手前の右側にね、2メートルぐらいのね、石碑が立っているんですね。それ何の石碑かといったら、ね、大阪大震災の時に津波がここまで来ましたというね、その危機を知らせる、注目される碑なんですね。しかし大阪府民でさえね、近所の人たちはそ